YouTube で公開したと思わなかったけどこの顔こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの猪狩しのぶです。私の回ではやっぱ私ヘアメイクさんなので、メイクの役に立つテクニックとか情報とかゲストの方と一緒にやったりとかそういう風なのを一生懸命伝えていきたいと思いますのでぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。今回はなんと私が毎朝やっているめっちゃ簡単なでも自分の顔の特徴をちょっと活かしたメイクを紹介していきたいと思っています。一番のコンプレックスは絶壁なんですよ。なんですけど絶壁なのにこの目尻からこの横幅ちょうど正面向かったこの幅ですね、ここの幅がすごい多くってこの余白が大嫌いなんです。私これぐらいあるんですよ余白が。ほら多くない？なので私はほぼ眉毛を描かないで毎日過ごしています。眉毛描くとどうしても余白目立っちゃうので今日眉毛なしでいきたいと思います。私はですねどうしても肌が弱いので朝一番最初につけるものは病院にかかっている薬になってしまいますけれども、薬の方をちょっと気になるこの大きい平面状だけには最初にポンポンと置きます。その後にエイジングクリームピッと取ってでその後にここ置きます。でどうしても肌が弱いんであんまり引きずらずにこらようにして置きます。そしたら次です。美容液をとりあえずでドド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 ドっていうぐらいいってもらって、これをですねこの乳液とこの薬をこの美容液で伸ばします。でもここが重要。皆さん結構こうやって塗ってしまうと思うんですけれども、これは私は引きすると摩擦で負けてしまいますので負けないように朝この時間だけはめっちゃ重要として、うん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 、うん、うん。で、目の下も、目の下ファンデーションほとんど塗らないので、上向いてもらって、鼻から合わせて、ここはトン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 って感じですね。この時点で一回朝ごはんを作りに行きます。そうすると、結構馴染むんですよ。10分後にもうちょっと馴染んでくるので、エイジングクリームの方を取って、今のをもう一回やります。美容液も取って、もう一回、やります。ちょっと今時間置いてないんでちょっとだけ分あるから後で拭くんですけど、これ2回やるってことをが結構重要なので覚えておいてください。あとこの角側あれこの辺がこうちょっとだけ下がってくるんですね。そうするとここにシワ溜まってしまうので朝の時点でここは結構潤わします。で最後はムームームーと内側に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 寄せますが、最後にどうしてもここにシワが溜まっちゃいますね。内側にこうやってやるとシワ溜まっちゃうんですけど、それを指を入れてもらってググ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 って言って振動を与えてスタートです。これがスキンケアになっています。そしたらですね、この手が美容液でうるうるなってしまうので、これがファンデーションを弾いてしまうんですよ。なので絶対一回ここでシャーっともう丁寧に手を拭きます。手を乾燥させる。そしたら次にトーンアップですね。トーンアップに関してはダブル使いさせていただきます。それぞれみんな質が違うので、まずはこの固めなちょっと年齢層高めのブランドで、まずは丁寧にこのこめかみとおでこ、そして先ほどから言っている一番気になる内側ですね。ここ。この部分にしっかりと光を入れないとどうしても疲れ顔に見えやすいので年齢的にも。なのでアラフォーの皆さん参考にしてください。こんな感じで置きます。それをですね伸ばすんではなくってこうやって、お餅つきみたいにペッタン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 、左右があるときは両方から挟むようにして、左右がないときはこうやってペッタンペッタンってやって、そしたらまだ馴染んでないこのぐらいの段階で次のターンアップをハンドクリームを塗るようにして手に伸ばすんですよ。もう本当についてないんじゃないですかぐらい。それでもう一回これをペッタン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 。もうずっとこの手。これがすごい重要です。マッサージが流行ってた頃、私ここにイチゴ型の毛穴があったんです。垂れちゃってて。あとほっぺがこうやって流れてたんですね。年齢が出てくるとこうやって横に流れやすいんですね。よく顔が四角くなったって言うんですけど、年齢の人たち。なので、流さない。流すと伸びちゃうので顔がこうやって。じゃなくて内側にしっかりと収めて、圧でマッサージをするように内側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 にってやってもらって、このブル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 って言って、こんな感じですね。あと口の周りだけはどうしても丁寧に
よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。くる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 とやって、そうだ、当たり忘れてた。気が利いた時はこれね、こうやって当たってるんですけど、ほぼ朝時間ないんで。そしたら、トーンアップを含んだ手のまま、BB クリームをつけます。BB クリームの量は本当にちょっとです。肌弱いからね、色ムラが結構あるので、その色ムラをちょっと整えたいだけなんですよ。ほんとちょっとの量をしっかりと伸ばしてもらって、トン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 。トン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 。この骸骨の骨あるじゃないですか、丸の骸骨を描くとき。その骨の中にはファンデーションは塗らない。ので、この目の下は塗ってないです、ここ。この頬の下のね、上見たときわかる、この辺。この辺のところにポン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 塗って、それを口の周りにブーブーブーっと伸ばしてもらって、鼻の下はほとんど塗らないですね。なんでかって言ったら、私、鼻の下のこの人中がちょっと前に出てるじゃないですか。これが本当はへこんでる方が顔って美しく見えるんですよ。ここが出てれば絶壁だわで、前に結構顔が出ちゃってるので、ここに塗っちゃうと、結構、ムーンって顔になっちゃうから、この部分にファンデーションは塗らないです。なので、ほんと、ちょっと色ムラを整える、今手についてるぐらいだけで、ヒュー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 って伸ばすぐらいで、あとはどうしてもね、ここのくすみは残してしまうと、この後リップ塗った時にリップが汚く見えてしまうので、ここだけはカン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 。グラカラブーってトン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 。こういう風にして、やって、もう色ムラを整えておしまいです。そしたら、一回手を拭きます。手を乾燥させて、この乾燥させてるやつで、この油分をもらうんですよ、こっちに。そのつもりで、これを、こうやって一回なじませると、しっかりと張り付いてくれて、油分が、この後油出てくるんで、皆さん、化粧されたぜっていう油が出てくるので、その油は、しっかりと、この今のつけたやつをなじませてくれるんじゃないかなと思います。そしたら私、だいたいいつも前髪を下ろして、この時点で、いつもポニーテールなんで、だいたいグッと。ポニーテール。ぐっとポニーテールすると何が違うって、目尻がちょっと上がるんですよ、ほら。ね。目尻がちょっと上がるから、この下がってる時の顔作りと上がってる時の顔作りとちょっと違うので、この時点でしっかりとポニーテールをして、自分がどれぐらいの顔がここ上がってくるかっていうのを確認して、こういうの重要だからね。髪の毛巻く人は、やっぱり巻いた髪の毛はここに来るから、結構変わるから顔の重たさとか。なのでほら。やっぱポニーテールするとちょっと違うでしょ、顔立ちが。ポニーテールして前髪下がってると前髪の影もできるし、この余白がなんかちょっと気にならなくなってきたじゃないですか。そしたら、私はもうここでリップを先にしてしまいます。リップをめっちゃ適当にこうやって歯にくっついたりとかするんですけど、適当にこうやってやります。そしたらこれをドド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 ずっとやってるんですよ。手から受けるだけじゃなくって、自分からもブってやって、ドド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 ってずっとやるんです。そうすると、ふわっとしたリップ、色もしかもついてくれて叶うんですよ。ね。なんですけど、こっちに油分たっぷりになってしまうので、たまに違う手。たまに違う手。ってやっていくと、すごい馴染んできますね。ほら。馴染んでくるので、この指で口角をつけます。ふふふふ、よくよくよく。これをベースとして、ま、いろいろやって着替えた後に、もう一回最後にブー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 。ポイントとしては、上の唇は下から行く。力が入るから。で、下唇を上から行く。で、受けてくれるので力が入るんですよ、こうやって。ほら、ふわっとしてくるでしょ。なぜかあの私の薄かった唇がなぜか、ちょっとだけ厚みが出たようなふわっとした感が出るんですよ。で、次にこのリップクリームに色がついてるやつで、最後はこれをなじませます。そうすると自分でも唇の存在が確認できて色味もちょっと落ち着いてくれるのですごい綺麗なカリップができるんじゃないでしょうか。これだけで過ごす時もあるんですけれども、今日はせっかく情熱大陸なのでこれは仕事ぐらいのモードなんですけれども、これだとちょっとだけ足りない部分があるのでここでアイメイクが登場です。こちら2個とカラーマスカラを使っていきます。まずはこのライナー、キラキラライナーで、最近これにハマってるんですよ、私。目の下ここ。結構めくってもらって、こうやって。目の下でこうやって、つけますね。目もさ、こうやって引っ張ってもさ、ほら、角度違うでしょ。顔って左右違うんですよね。だから気をつけてくださいね。こうやって、目の下こうやって、こうやってつけます。そしたら、トン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 。一緒ですね。トン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 。トントンってやります。目の下キラキラ入りました。そしたら、もうめっちゃ簡単なんですけど、私のアイメイクは。この色ですね。この色。この色を適当にこのまぶたのアイホールって言うんですけど、アイホールのところにつけます。私、
顔が寄ってるじゃないですか。寄ってて、この余白が多いので、このアイホールの際を攻めてしまうと、グッて顔が寄っちゃうので、それが嫌いだから自分的に抜けが欲しいので、トン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 ってやって、際にはあんまり塗らないです。なんなら、この目の際にも塗らないです。ほとんどこのアイホールのところにポン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 置いてるだけですね。で、下も一緒。さっきラインやったところの上に、下も、こうやって、やります。こうやって。で、顔立ち的にちょっと下がってほしいので、ここ余白が多いから。目が下がってくれると、ここの長さが短くなって、この余白のみになるから、すごい、バランスが取りやすくなるので、目の下は際まで。際までいきます。はい。際までね。そしたら今度濃い色。濃い色を取って、上に重ねるだけ。ちょっとちっちゃめに重ねるだけです。重ねます。トントン。目の下も、あはら、あはら、あはら、やると、めっちゃシワがほら、シワ増えてくるから、20代にわかんないかもしれないけど、シワ増えてくるので、あはら、あはら、あはらですね。YouTube で効果すると思わなかったけど、この顔を、あはら、表してください。そしたら、まあ、シワついちゃうからもう一回ポンポンしてもらって、そしたらですね、私はビューラーをほぼ毎日やらないので、カラーマスカラの方をつけたいと思います。カラーマスカラは、赤です。私、眉毛描かないんですよ。この、眉毛のこう線入ってくると、この余白目立ってきちゃうので、眉毛あんま描かないんですけど、だからこそ目をもうちょっと前に出したい。さっきは目を下げたいって言ったじゃないですか。だから内側まで塗るって言ったでしょ。今度は目をもうちょっと前に出したいんですよ。そうしたら唇ももうちょっと前に出てくるんです。バランス的に。なので、結構カラーマスカラっていうのが好きで、カラーマスカラを根元だけにググッと置いて、そうすると赤みってさ、ほら、ボリューム色じゃん。だから前に勝手に出て、昔はさ、赤つけるとさ、腫れぼったく見えるから嫌だとかよく言ってたんですけど、それを利用するんです、今の時代は。腫れぼったく見えるのを利用すると、逆に前に出てきてくれる。昔はほら、歌舞伎とかの赤とか、そういう赤しかなかったんですけど、今ってピンクによってる赤とか、紫によってる赤、茶色によってる赤、いろいろあるので、その赤を利用して、前に出してあげるといいですね。で、根元だけググッと塗って、毛先が勝手に行くので、ググッと。これゆっくりですね。昔はシャ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 やってきたと思うんですけど、今はググッと、ゆっくりでやると、このカラーマスカラがしっかりとついてきて、おー、いいじゃん。これで終わり。で、この前ね、韓国の占いで、あなた地味だから、髪の毛にすごい大きい飾りつけなさいよって言われたんですよ。ないじゃないですか、大きい飾りとか絶対に。ここでいきなり最後飾りつけますとかないじゃん。なので、ピアスをあげたんです、初めて。ピアスで垂れ下がり。さっき目を下げたいって言ったよね。なので、あんまり垂れ下がり以外はしないです。ほら、バランス変わるでしょ、垂れ下がりないと。垂れ下がると結構変わるんですよ。なので、ここで2ポイントで色が来るような感じのバランスにしています。あ、そうだ、今出来物できてるんですよ。マスク文化すぎて、マスクで多分出しちゃったんですけど、これニキビは隠しどうしたらいいですかって言われるんですけど、ニキビほどは何かをつけるとどんどん治っていくの遅くなっちゃうんで、私はほぼ無視します、いつも。なんかニキビできてんだよね、ぐらいで終わらせるようにしてます。あと、クマもね、日本人よく気にするんですけど、私もあるよね、ほら、よく見たらクマ。ここにね。クマも、なんか、消すと逆にあすぼったくなっちゃって、この抜け感に合ってこないので、私もクマはあんまり消さないで過ごしています。なので、無視できるところは皆さんも無視していただいて、重要なのは可愛さとか、自分が気持ちが上がるメイクであることが重要なので、まあ、気持ちが上がらなかったら消した方がいいかもしれないけど、その部分で可愛く見せられるようにしてほしいなって感じです。私はコンプレックス多いので、このコンプレックスを生かしたメイクはこれなんじゃないかな。まあ、ポニーテールとカラーリングを含めて、すべてですけど、トータルですけれども、こんな感じで毎日やっています。真似できる。したいなと思う人はぜひ真似してみてください。私はこっちの顔よりこっちの顔の方がいいんで、こっちの顔で締めたいと思います。情熱大陸に合わせた技をあと何回か披露していくので、ぜひ次回も合わせてご覧くださいませ。それではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。日曜夜はテレビで情熱大陸。